Nanda Arewa. Unicorn da! Unicorn de? Mahotsuka Densa to Nikimono yo! Midori-chan no yuu tori, koko wa fusigi na mori da mono! したりして、ごめんね。うん、そんな。助かっちゃってよ、本当。あなたとならお友達になれそうだと思って。だから、ここへも招待したのよ。迷惑だった？うん、すっごく気に入っちゃったここ。そう、よかった。だけどどうしてみやちゃんは10年前の13歳の時のままなの？この世界ではある人の魔法の力で時が止まったままなの。 それは私が13歳になった時だったわ。突然ある人が現れて、この世界に来るように言われたの。そして、その人は私にこの世界の風景を描くようにって。絵を描くのは好きだけど、こんなにも上手に描けるなんて思わなかったわ。それからの1年間、私は ここに連れてきてもらってはスケッチをして帰って、何枚も何枚も絵を描いたの。まるで本当の絵描きさんになったみたいに。あ、そっか、ミヤちゃんの絵、ここの風景だったんだ。でも私の14歳の誕生日だったわ、あの人が言ったの。私は今日からこの世界で暮らすんだって。もう元の世界には戻れないんだって。 ねえ、あなたもここに住まない？ え？ 私と一緒に絵を描いたり、水浴びしたりきっと楽しいわ。 でも、ミヤちゃんのパパやママは きっと心配してると思うよ。 それは… ねえ、ミヤちゃん、帰ろ。 え？ 確かにここは素敵なとこだけど、 ミヤちゃんがたった一人で住んでるなんて。 でも私… 大丈夫、この森沢優ちゃんに任しといて。 二人で本当の世界へ帰りましょう。 優のおせっかいが始まった。 病気みたいなもんだもんね。
やっと友達ができたと思ったら魔法を操る子供とは心配しないで私はここが好き外へ出ようなんて思わない一人で寂しいんだろうちょっとねでもあなたたちがいるもの寂しくなんかないわすごいのが出てきちゃったなミヤちゃんはどうしてこの世界にこだわるのかしらこれ鉄みたいなツタだよ私の力じゃどうにもならないああステッキがあったらなダメだよステッキあの怪物に持っていかれちゃったもんショックあマミこいつだよさっきのあなたがミヤちゃんをこんな世界に閉じ込めてしまったのねいくらここが素敵なとこでも一人ぼっちじゃかわいそうだわそうかもしれんだが私もミヤのために愛している人たちのためにもこの世界を作ったのだなんですって頼みがわずかな間でいいミヤのためにこの世界で暮らしてくれまあ勝手なことばっか知ってる断りよ私はミヤちゃんを連れて帰るわそうかでは仕方がない魔法を使う道具はしばらく預かっておくぞそんな私のステッキを早く返してよああこんな目に遭うなんてがっくり大丈夫よマミこの世界に来るときスケッチブック向こうに落としてきたでしょあそうだっけきっと敏夫君たちが見つけてここに助けに来てくれるわよ期待できるかねあの二人じゃねまあ当てにしないで待つかんはいこれ食べてわあおいしそういただきますねえあなた人間じゃないのごめんね私あなたが変身するとこ見ちゃったのええー、見られたらどうなるんだっけ魔法が使えなくなっちゃうのよ僕はくださいしっかりしてよお願いステッキを早く返して早くしないとミヤちゃんも元の世界に戻れなくなっちゃうそれはできないわどうしてごめんなさいミヤちゃん待ってミヤちゃんキラキラとキラめいてとてもキレイだわクリーミーマミースポットを浴びるあなたはやっぱり天使きっとそうね心に翼を隠してるわするな少しの間眠らせただけだミヤには聞かせたくない話があるのでなお前には本当のことを知ってほしいのだ本当のこと
ミアの命は14歳の誕生日までしかなかったのだ。ミアの両親はそのことを知っていたが、残り少ない命の日々を精一杯幸せなものにしてあげたいと、そんな両親の涙ながらの祈りが私には聞こえたのだ。私はミアに絵の才能を与えた。 ミアは天才少女画家として、わずか1年の間にその一生の全てを燃やし尽くしたのだ。そしてミアの命の閉じる14歳の誕生日に、私はミアをここへ連れてきた。この世界は私の力で時が止まっている。ここにいる限りミアは永遠に13歳のままでいられるのだ。そんなこと信じられないよ。 ミアちゃんが死んじゃう人だってなんて。ミアには何も話していないが、うすうす感づいているらしい。だから森の外へ出ることを恐れているのだ。でも人間はやっぱり人間の世界に住むべきよ。私はやっぱりミアちゃんを連れていく。バカな。この森を出た途端にミアは死んでしまうぞ。私が魔法の力で何とかするもん。邪魔しないで。 お前たちはこの世界を出て行くがよい。今お前にできることはミアをそっとしておくことだけだ。 探したぜ。こんなとこで寝てやがって。長生きするよ。ミアちゃんはユニコーンはどこ。何で、ボケてんだお前。あったの。ミアちゃんに夢だったのかしら。そんなはずないわよ。そうだよユウ、ほらミアちゃんの絵。 ユニコーンの世界で生まれ変わったんだよ、きっと。幸せに暮らしていくよね、これからもずっと。